高骨魚を覆う円鱗魚の鱗は、魚類の神秘から生じた個質の保護商品である。大部分の魚類の皮膚は保護的な鱗で覆われ、これが反射と色彩を使った効果的なカモフラージュを可能にしたり、流体力学上の利点にもなっている。ヘコアユやハコフグ科などの魚にある強くて硬い装甲板から、ウナギ科やアンコウメなどの魚では微小あるいはないものまで、鱗は、 大きさ、形状、構造、範囲が大きく異なる。鱗の形態学は、その由来となる魚の種を識別するのに使用されても、いる。大部分の甲骨魚類は、縁鱗ろこ隠しまたは、ガノイン鱗で覆われている。軟骨魚類は縦鱗で覆われている。一部の種は、両鱗で覆われており、これ以外では外皮を覆う鱗が一部、または、全部ないものもいる。 魚類の鱗は、魚の外皮系の一部で、神秘の中皮層から生成され、ここが爬虫類の鱗とは異なる点である。哺乳類の歯や、毛髪の発達に関わるのと同じ遺伝子が、鱗の発達に関与している。軟骨魚の縦鱗は川場とも呼ばれ、脊椎動物の歯と構造的に相当する。甲骨魚類の鱗は、歯と構造が似ているが、 おそらく異なる組織に由来することが示唆されている。大部分の魚類は、細菌、心菌、ウイルスなどの病原体から身を守ったり泳ぐ、イの表面抵抗を下げることが可能な粘液、またはゼリー状の層で覆われている。左からパラロガニア、シエリア、ラナルキアの小バカセ企業の最も豊富な形態となる派、ウロコ状綱の骨ウロコはよく理解されている。このウロコは、 生物の生涯にわたって形成及び脱皮し、死後すぐに剥がれていった。骨は力学的損傷に耐性があり、比較的化石になりやすい組織で内部詳細を保っていることも多く、これが鱗の組織学や成長の詳細な研究を可能にしている。この鱗には、造下質で構成された成長しないクラウンが含まれ、たまに装飾的なエナメロイドの上面らと、 アスピジンの規定がある。その成長する規定は無細胞の骨質で作られており、片側には固定するためのアンカーレージ構造を発達させる魚もいた。ただし、臨形体学を単独で使用して種を区別するには、いくつかの落とし穴がある。個々の生物内でも鱗の形状は動部によって大きく異なり、中間形態が異なる部位で現れ、 さらに悪いことに、鱗の形態が一つの領域でも異なる場合すらある。加えて、混乱を招くこととして、鱗の形態は、たくさんに固有のものではなく、異なる二種の同一部くらいでは、区別不能な場合もある。歯鱗ろ上綱の形態学と組織学は、その多様性を定量化したり主観を区別するための主要な手段を提供してはいるものの、そうした、 終電の形質を用いると、最終的には、誤尾が発生しやすくなる。にもかかわらず、ウロコの形態学と組織学に基づいて3グループに構成する枠組みが提案されている。現代のサメ種との比較で、ハウロコ状ツナのウロコが、現代の軟骨魚のウロコと機能的に似通ったものだということが示された。オーストラリアイ魚、コズミンウロコは、初期の廃魚数種類を含む、 古代の肉器類と、現生するシーラカンスメの編成体を含む、総ヒレした綱でのみ発見されている。これはおそらく縦鱗の融合から派生したものとされる。鱗の内側部分は、イソペジンと呼ばれる、中密なラメラ構造骨でできている。この上に血管を供給する、海面状、または網目状の骨層があり、これに続いて、 イトロデンチンの表皮膜に覆われたコズミンと呼ばれる増下質に似た複雑な層がある。その上面はケラチンである。コズミンウロコはラメラ骨層の成長を通じてサイズが増大する。肉器類はこの保存されたシーラカンスのように板状ウを持っている。板状ウはイソペジンと呼ばれる中密なラメラ構造コラーゲン骨の層で構成された。 薄い服瓦構造の鱗であり、その上には通常骨で構成された結節層がある。最初の肉器類に存在していた増下質層は通常だと減っているか、全く存在しない。板状鱗は巨類の進化過程で数回出現している。この鱗は一部の肉器類に見られる。その鱗はまた、エウステノプテロン、アミアカ、 シンボネ魚類のような扇びれや甲のいくつかに存在しており、それらの円ウロコ特殊ウロコは石灰化が最も少ない板状ウロコの典型である。ゼブラフィッシュの板状ウロコは骨の石灰化プロセスを研究する目的で実験室にて活用されており、生体外で培養することが可能である。このスポッテッドガーのウロコはガの陰のためガラス光沢が現れるアリゲーターガーのウロコにある。 ガノイン層のミネラル組織、ガノインウロコはチョウザメメ、ヘラチョウザメ、ガーメ、アミアカルバ、ポリプテルスで見られる。それはコズミンウロコから派生したもので、巨子状の先端であることも多い。このウロコはコズミンの代わりに硬いエナメルみたいな造下質の層と、ビトロデンチンの代わりにガノインと呼ばれる無機骨炎の層土で覆われている。ガノインはガノインウロコの特徴的な成分である。 それは、ガラス状で、鱗を覆うた層化されたミネラル化組織であることも多く、一部の蒸気類では、頭蓋骨やヒレ状をも覆っていたりする。それは、棒状のアパタイト結晶で構成されている。ガの因は、例えば蒸気類のステムグループであるケイロレピスなどの、鱗に見られる、古代の蒸気類の特徴である。蒸気類の共有派生形質上の特徴だと、見なされることも多いが、 ガノイン内しガノイン上組織は絶滅したトゲウオ類でも発見されている。ガノインは脊椎動物における葉のエナメル質と相当性があると示唆されておりエナメル質の一種とさえ考えられている。大半のガノインウロコは肘形で粒気と凹みの組み合わせでつながっている。一般的にこのウロコは厚くて他のウロコのように積み重なるというよりもジグソーパズルみたいに組み合わさっていく。 この方法でも、ガノインウロコはほとんど貫通を許さず、捕食に対する優秀な保護である。幾何学的に配置されているポリプテルスのガノイン、ウロコ蝶ザメ科では、側面と背中に沿って、ウロコが非常に大型化した光輪があり、アミアカルバでは、ウロコが円ウロコに似た厚さへと大幅に小型化している。アメリカ先住民とカリブ海域の人々は、 アリゲーター側の眼鏡長のインウロコを矢の先端部や胸当てに使っていた。現在ではアクセサリーがこれらのウロコから作られている。養生ウロコはより高時の甲骨魚類に見られる。このウロコの外側部分は骨量とともに線状に広がり、内側部分は繊維状結合組織と十字交差する。養生ウロコは他のウロコよりも薄く半透明で硬化したエナメル状の層や、 増下質層が欠落している。ガノインウロコとは異なり、魚が成長するにつれてさらなるウロコが、同心炎上の層に追加される。洋上ウロコは、頭から尾への配置構成で、屋根瓦のように重なり、コズミンウロコやガノインウロコよりも柔軟である。この配置が、体表全体に、水の滑らかな流れを作り上げ、流体効力を減らす。一部の洋上ウロコでは、 年輪と呼ばれる不均一な季節的成長の輪が見られ、この輪は、魚類の年齢査定に用いられている。養生ウロコには、縁ウロコ特殊ウロコという二つの形状がある。縁ウロコは、滑らかな質感で、外側の端部や縁でも滑らかさが均一である。このウロコは、鮭や鯉といった、南上期の魚で、最も一般的である。縁ウロコ鯉の縁ウロコは、 外側端部が滑らか恋に似たポルプンティアスフグエニニという魚には触ると滑らかな円鱗があるくしコは円鱗に似ているが外側または後部の円に沿ってクティーニアと呼ばれるギザギザまたはこトゲがある。これらこトゲがあるためこの鱗はザラついた質感である。これらは一般的に鈴木目みたいにヒレトゲのある魚に見られる。 この鱗にはほとんど骨が含まれず、水酸アパタイトと炭酸カルシウムを含む表層と、主にコラーゲンからなる深層とで構成されている。多種の鱗でのエナメル質が表面上の粒子及びクティーニアに縮減したものとなっている。クシウロコペル家族のクシウロコは外側の端にギザギザがある。このスズキモクメキスカの魚は、 触るとザラつくことげのあるクシュウロコであるペルカ族のクシュウロコは、成虫から生やオノウロコに至るまで多様であるノコギリハゼは腹部に縁ウロコがあるが、それ以外の部位はクシュウロコである。クシュウロコは他の表皮構造と同じくプラコードから派生したもので、独特の細胞文化がそれらを外皮系から生じる他の構造とは別物にさせている。その発達は、魚の側線に沿って、 おひれ付近で始まる。発達プロセスは、表皮と神秘の間に、繊維目細胞が蓄積して始まる。コラーゲン繊維は、神秘層で組織化を始め、それが、ミネラル化の回収をもたらす。鱗の周囲がまず成長し、重なり合う層が一緒に、ミネラル化する際に、厚さが続く。クシうろはさらに3種類に分類可能である。大部分の甲骨魚類はクシうろである。 一部のカレー目では、目のある側がクシウロコで、目のない側がエンウロコとなっていたり、オスがクシウロコで、メスがエンウロコという種もいる。ニシンの反射体は、側面からのカモフラージュ目的でほぼ垂直である、深海の胸へそカには、青色光を反射するウロコがある。この体西用ニシンのように、シンボネ魚類の典型的なウロコは銀色である多くの、シンボネ魚類は、 小さな鏡のように機能して銀色のガラス光沢を与える反射率の高い鱗で覆われている。銀色を介する反射は特に水深100メートル以内に生息する海生魚で広く支配的である。透明効果は魚の体育を高反射させて銀色ががることで成し遂げられる。海中半ばの深さでは上から光が来るので垂直を向いた鏡が魚影を 横から見えないようにしてしまう。胸磯貝は非常に平たく、胴部は横の厚みがほんの数ミリメートルでアルミ箔を思わせるほど銀色がかっている。その鏡は構造色で使われるのと同様の顕微構造で構成されている。5から10のグアニン結晶の重なりが波長の約1、4間隔で配置されており、これが干渉してほぼ100%の反射を達成する。 胸イソカが生息する深海では、波長500ナノメートルの青色光だけが降り注ぎ、また反射させる必要があるため、125ナノメートル間隔の鏡が良いカモフラージュを作り出す。蒸気のように海生魚の大部分は銀色ががることで、カモフラージュされている。浅い水域に生息するニシンなどの魚では、鏡が波長の混じったものを反射しなければならず。 したがってこの魚は異なる感覚のグアニン結晶の重なりを持っている。丸みを帯びた断面の体を持つ魚との組み合わせでは、皮膚に平らに置かれた場合に鏡が水平方向に反射しなくなるので、効果を得られなくなる。全体的なミラー効果はいずれも垂直に向いている、たくさんの小さな反射体で成し遂げられている。こうした特性のある魚輪は一部の化粧品で、 使用されており、化粧ファンデーションや口紅にきらめく効果を与えている。電子顕微鏡を通して見た、縦鱗川場とも呼ばれ、脊椎動物の歯と構造的に相当である縦鱗は、サメやエイといった軟骨魚類に見られる。川場とも呼ばれ、脊椎動物の歯と構造的に相動である。縦鱗は、中央の髄空に血管が通っており、 増下質の円錐型をした層で囲まれ、そのすべてが神秘の上にある規定板の頂部に据えられている。最も外側の層は、主に無機エナメル状物質のビトロデンチンで構成されている。縦鱗は大きさが成長しないが、魚のサイズが大きくなるにつれて、より多くの鱗が追加されていく。同様の鱗は、ディンチセプスクルーポディーズの頭部下にも見られる。 エイではこの鱗の占める量が非常に少ない。この、虎ザメのように、軟骨魚類には縦鱗があるサメの皮膚はほぼ全体が小さな縦鱗で覆われている。この鱗は後ろ向きに撫でるとザラつく感触の棘による抵抗があるが、水の前方移動によって平らになると、流体力学で有効力や乱流を減らす小さな渦を発生させ、甲骨魚類に比べて、 泳ぎをより効率的かつ静粛にしてくれる。また、ロータス効果を発揮することで汚れを引く役割も果たす。すべての皮刃は神秘内に根ざした神経や動脈を有する内部ズイクルで構成されており、粘液とともに皮場を供給している。皮場には、鱗の表面から突き出たリブレット構造がある。顕微強化では、このリブレットが鱗から突出するハリバリや、 両線状に見えたりもする。川場からの突起の全体的な形状は、サメの種類によりまちまちだが、一般的には二つの外観にまとめられる。一つ目は、両線がサメの側線下側かつ水の流れと平行に配置されている鱗二つ目の形状は、サメの後方部に向かって表面から巻き上がっている、ハリハリ付きのリブレットみたいに見える、滑らかな鱗である。 どちらのリブレット形状も、サメ側から遠く離れたところで相流を強制させる、乱流境界層を生み出す手伝いをする。甲骨魚類とは異なり、サメには体を取りまく螺旋網目状に配置された、柔軟なコラーゲン繊維で作られた、複雑な神秘のコルセットがある。この銅鎧は、外部骨格として機能し、泳ぐ筋肉に連結して、エネルギーを節約する。 体育にあるこれら縦鱗の位置に応じて、縦鱗は柔軟になったり、受動的に喫立したりして、向かい角を変えることができる。またこの鱗には、流れの方向に整列されたリブレットもあり、これらリブレットが渦を皮膚表面から遠ざけて押し出す、ことによって、サメ側に作用する効力を減少させ、高速の変流を抑制する。松カサウオは、両鱗で覆われている、両鱗は、 鱗と同じ機能を果たす。表皮から形成される魚の鱗とは異なり、両鱗は皮膚の過血管層で形成され、表皮要素は一番上の表面のみである。神秘が生きている間に形成される。両鱗は、表面上は、鱗のそれと似ている角質の外側層を生成する。両鱗は次の形状を取り得る。サウオなど一部の魚は、両鱗で完全にまたは、 部分的に覆われている。アロサやツバメコの白皮腹部に両鱗の列があり、これは防御目的で使用される鋭いトゲのある出っ張った鱗である。一部のアジカには側線に続く両鱗の列が両側にある。鱗は典型的に魚の発達の後半に出現する。ゼブラフィッシュの場合、鱗形成の始まりに必要な別の層が、 差別化及び組織化されていくまで、受精後30日かかる。このためには、肝陽の統合が発生し、その後形態形成が誘発され、最終的に分化、または、後期変態の過程が発現する必要がある。板状鱗とは違って、ガノイン鱗は異なる領域にあるコラーゲンで構成されている。これらの形成は、肝陽の表面細胞基質への侵入を介して、 発生し、後者はコラーゲン繊維で構成されていて、毛細血管の周りにあり、そのため血管空を生じさせる。この時点で繊維目細胞は骨芽細胞に置き換えられ、骨を形成する。鱗の規定の小片は、肝陽との結合を維持させうる中密なコラーゲンで構成されている。これはシャーピー繊維として知られている。 魚における鱗形成の発達を調節する遺伝子の一つが、ゾニッカヘッジホグ遺伝子で、基幹形成及び細胞通信の過程に関与する、このタンパク質によって、鱗の形成が可能になる。トリグリセリドとコレステロールの輸送及び代謝を可能に、するアポリポタンパク E は、C と相互作用する。なぜなら、アポエが C シグナル伝達経路にコレステロールを提供する。 ためである。細胞分化と細胞乾燥後作用の過程では、アポエ転写のレベルが高いことが示されており、このタンパク質が、鱗の発達後期にとって重要であるとの結論が、もたらされている。側線ーチの円鱗中央下の側線に沿って変形した鱗がある。変形した円鱗の拡大図。 ベラの側線から採取したニザダ座台ニザ座台カには、メス状に変形したウロコが、オンの直前にある。同角大豆いろな魚が、様々な役目を果たす変形したウロコを多彩に進化、させている。ウロコのない魚は、通常、頑丈な、皮状の皮膚や臨板ンンなど、ウロコの代替になる、保護方法を進化させる。幼児をアモク、タツノオトシゴ、ハコフグカ、 一部のトゲウオカを含む、甲骨魚類の多くのグループは、捕食者に対する保護走行として、構造上は縦ウロコに似た、外部林板を発達させている。ホキやメカジキといった一部の魚は、誕生時に、ウロコがあるのだが成長するにつれて剥がれていく。カワハギカには小さな、トゲ付きでザラついた重なっていないウロコがある。一部のカワハギカは、ウロコが非常に小さいため、 鱗がないように見える。マグロには側線沿い及び強行にだけ被大した突起状の鱗がある。マグロ胴部の大部分には簡易検査だと鱗がないように見えるほどの小さな鱗がある。デビキの有名な施設に水中のあらゆる中略海や川の中にいるヒレと鱗のいずれも持たないものはあなたにとって意むべきもので食してはならないとある。これは すべての水性無脊椎動物及び鱗のない魚を、機秘や浮上として排除している。トーラー及びタルムードの戒立によると、魚がカーシェールを宣告されるには、鱗とヒレが必要である。この、鱗の定義は、生物学上の定義とは異なり、カーシェール魚の鱗は死認できてかつ、制御の時にあるもので、手間だは、鱗用ナイフで皮から容易に取り除くことが可能な。 ものとなっている。正当派連合のカーシェール認証機関によると、皮膚を引き裂くことなく、鱗を取り除くことができれば、魚はカーシェールである。したがって鯉やケはカーシェールだが、鱗が、顕微的に、小さいサメ、胴体を切らなければ、両鱗を容易に除去できない蝶ザメ、生魚につれて、鱗がなくなるメカジキは、はいずれもカーシェールではない。他の非カーシェール魚としては、 ナマズ、ウナギ、マダラ、クロタチカマス、フグカなどがいる。魚輪を食べるために適用した顎の形態を背側から見たズウロコグイは他の魚のウロコを食べることを含むお得有の接触行動である。ウロコグイは少なくとも淡水魚で5化そして海洋魚は7化で独立進化した。魚輪は栄養価が高く、ケラチンやエナメル質の層とは別に、 神秘部分及びタンパク質豊富な粘液層を含んでいる。これらはリン酸カルシウム豊富な資源である。しかし、攻撃を起こすのに消費されるエネルギーに対する攻撃ごとに摂取する鱗の量が鱗食い魚の大きさを制限しており、通常彼らは自分たちの獲物よりもはるかに小型である。鱗を食べる行動は通常、 食物不足や極端な環境条件を理由に進化する。ロコお及びウロコ周辺皮膚を食べることで他のニッチな場所では得られないだろうタンパク質豊富な栄養素がもたらされる。魚類の顎は一般に左右対称であるが、ウロコを食べるカワスズメ科のペリッソダスミクロレピスでは例外が生じる。この魚の顎には2つの得意な形態が発現する。 一つは、顎が左にねじれた形態で、獲物の右は秋腹で鱗を食べやすくなっている。もう一つは、顎が右にねじれた形態で、獲物の左は秋腹で鱗を食べやすくなっている。個体群における2形態の相対的多数派は、頻度依存選択によって調節される。ありがとうございます。